じゃらら動画です。今日は寒がり暑がりということで、皆さんやっぱり寒がりなの？寒がりが多いんだよ。そうか、なんかもうあとは角刈りとか、ね、なるほど、そういう方が多いと思います、はい、なるほどね、そういきました、うん、はい、ということで私暑がりは負けましたので、うん、私が進行させていただきます。まずはじゃじゃーん、びょーん、山本めぐみさんからの質問です。自分を動物に例えるなら何ということで、私からいきましょうか。私はね、うさぎ年なんですよ。今年は年女。ぴょんぴょん跳ねるうさぎちゃん、寂しかったら死んじゃうよ。寂しくしないで、しないで、みんなぬくぬくしてって。なんか嫌な顔してる。だんだん離れてくる。うさぎちゃんだと思う。カジちゃん。自分で言うから。はい、もう満腹でございます、私。本当に。もう番組でも満腹なのに、ここに来てもうまだ食え、みたいな。口にガガガガッ。もう木曜日は本当にね、もう家帰ったらぐったりしてますよ。本当にね。疲れ切っちゃうのね。もう本当にですよ、もうね、私はね、本当に、はい、ね、それこそネズミ年ですんで、あ、はいはいはい、ちょろちょろ動いてるっていうね、そんな感じなんじゃないかなというふうに思ってますよ。ネズミちゃんになりました、ね、はい、ネズミでございます、ね、はい、みんなそれぞれ干支ということで、はい、ネズミちゃんとウサギちゃん、こんな二人で、とってもなんかネズミちゃんウサギちゃんにあんまり似つかわしくない二人かもしれませんが、それでは続いてです。じゃじゃーん、どーん、オリジナルダンスを披露します。これね、今言われたんですよ、私ね。じゃあオリジナルダンス早速披露したいと思いますよ。はい、じゃあチェチェンチェンチェンチェチェチェンチェチェチェン、あ、これはなんかウサギちゃんです。チュン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 。手拍子と合ってますか？手拍子と全然違う。なんかさ、いやねえ、合ってる？合ってる？手拍子と合ってる？合ってる？私の方が早いのかな。ということでありがとうございます。カチちゃんの手拍子とディレクターリーちゃんの手拍子と私の踊り、それぞれみんな別の道、うん、これで分かってもらえたでしょ。番組も同じですから。もうね、番組の流れと太田美智子の流れが違うの。ほんとこういうことですよ、噛み合わないっていうのはね。本当にもう本当に今見事に別々の道を三人三様で歩みましたね。今ね、疲れております、私。また家帰ったら胃薬を飲んで、また夜の仕事に出かけようと思ってます。はい、ということでオリジナルダンスいかがだったでしょうか。じゃらら動画いかがだったでしょうかって言えるようなダンスでもないと思うけどね。ひどかった。これ力の限り踊ってみたんですけれどもね。テーマはね、広瀬すずちゃん。わかる人はわかる。早く切れ切れ早く切れ切れ切れ。バイバーイ。